先日、ついに、雲ですが何かの最終回が放送されましたえ。雲ですが何か、ニクールでね、24話放送されたんですけれども、まあ、最終回はね、1週間ぐらいかな、延期されたんですけれども、えつい先日放送に至ったわけでございますが、まあ、あのー、完結に至ったんですけれども、まあ、エンディングから見るに、結構、 中途半端なところで終わっていたというか、俺たちの戦いはこれからだみたいな、これからね、まだまだ続くようなところで終わっていましたので、非常に続きが気になるところだと思うんですよね。あのね、雲子が、あのね、進化をするという、まあ非常に今いいところがね、最後描かれてきたわけですけれどもね、そこから魔王と一緒に旅に出るみたいなね、まあそういう最後でございましたけれども、まあ実際問題2期やるのかって話を今回したいんですよね。で、2期やるのかについてなんですけれども、個人的には、 かなり濃厚なんじゃないかなと思っております。はい。で、具体的に、えー、数字出していきますと、まずね、まあ今の時代、正直この数字はあまり気にしない方がいいんですけれども、一応出しておきますけれども、円盤ですね。あの、ブルーレイとか DVD の売り上げなんですけれども、これは、えー、3桁です。えっ、ー、と、1000枚前後ぐらいですかね、の売り上げでございますので、正直これは合ってないようなもんだと思ってください。まあ、正直昔だったらこの時点で、まあ、打ち切り確実のレベルなんですけれども、今はね、配信が主流ということで、そちらの数字を注目して いいきたいところなんで、すすすけれどもえクモですが何かなんんとででででねね配信でめちゃくちゃゃくに人気あるんですよ、ね、はいでえ国内外で非常に人気でございまして、まあ、国内のところだと、まぁ、あ、D アニメストアかなっていうところで、まあ一応 D アニメのストアの数値がこんな感じになっているんですけれども、あのウィークリーランキングが非常に重要になってきまして、ウィークリーランキングだとクモですが何か放送されたら確実に、あのベスト3、まあ、1位ないし2位は大体入ってくるかなっていう印象だったんですよね。まあ、それぐらいですね、かなり配信では好調でございます。 まあそしてやはりナロー系といえば海外人気がどれぐらいあるのかが非常に重要になってくる今の時代ねやっぱり国内の人気もそうですけれども海外でどれだけ見られているかがかなり重要になってくるんですけれども、まあ、そんな中でナローが一番人気があるところなおかつ非常に視聴者層が多いところといえば、まあ、ビリビリ動画ですよねはい、まあ、中国になってくるんですけれども、えー、こちらの雲ですが何か何度ビリビリ動画の総再生数これニクールなんですけれども 3億超えております。これどれぐらいの数か、いまいちピンとこないと思うんですよね。3億回めちゃくちゃ再生されてるじゃんと、日本だと思うんですけれども、あの中国でこの数字どうなのかなって思った時に、これかなり再生されてます。さ、はいまあ、2クールもののアニメの再生数の平均が、まあ、個人的な感覚なんですけれども、だいたい5000から1億弱ぐらいの印象なんですよね。で、そんな中で雲ですがって、2クールで3億回超えてるんですよね。で、ちなみに、あの、リゼロとかの再生数なんですけれども、リゼロが一番人気だった頃ですね。 全25話で2クール。こちらの再生数が2億3000万になってくるんですよね。まあ、これでね、まあ、どれだけ再生されてるかっていうのが分、えー、かっていただけるかなとも思うんですけれども、あの、この数字があれば、まず間違いなく2期はいけるんじゃないかなと思っております。はいまあ、ちなみに、今期の、えー、とスライム倒して300年っていうナロー系の作品があるんですけれども、あれもですね、めちゃくちゃ配信で人気なんですよね。で、これのワンクールのビリビリ動画での再生数が6500万となっているんですよね。はい、これでも めちゃくちゃゃゃくく再生されていいますので多分全然2期いくんじゃないかなかとも個人的に思っています、まあ、ということで、数字で見ると、雲ですが何かって、配信の人気がずば抜けて高いので、まあ、全然2期やっても問題ないんじゃないかなっていうラインには、あの、到達しているかなと思います。はい。そして雲ですが何かは、原作のラノベがありますので、そちらの売り上げも非常に気になってくるところなんですけれども、まあ、こちらは最近の数値が出ていないのでわかんないんですけれども、アニメが放送される前の2020年の11月時点で、累計発行部数が300万部を突破して ととといいいうことで今多分相当売れてると思います、まあ、2期は相当濃厚ななんじゃない、かなとは個人的に思っております、はい、というところでございます。はい。で、一応なんですけれども、え、雲ですが何か、原作のライトノベルが、現在ですね、かなり14巻まで刊行されているんですね。で、今回放送された雲ですが何かのアニメはですね、原作のラノベの1巻から5巻までがアニメ化されております。ですので、続きがやるとなったら6巻からやってくるのかなというところでございます。 はい、ここからはですね結構クモ子の。 パートが多くなってきますので、はい。まあ、こっからですね、結構個人的に好きな、あの、内容になってくるんですよね。ですので、ぜひとも2期見たいなとは個人的に思っていたりするんですけれども、まあ、非常に楽しみでございます。はい。というところで、まあ、アニメで気になってね、まあ、原作読みたいよって思った方、まあ、いると思うんですけれども、ま、ぜひともこちらは、んとですね、最初から読んだ方がいいかなっていうところですね。結構アニメと違ったりするところはあるので、まあ、そこらへんも考慮しますと、最初から読んだ方が割と個人的にはおすすめし,しますかねっていうところでございます。 はい。ということでですね、今回は、えー、ニクール放送された雲ですが何か最終回を迎えたわけですけれども、雲は最後ら辺結構早くかったんですけれども、まあ、なんとかね、最終回は延期はしてしまったんですけれども、放送されてね、えー、なんとか完結に至ったというところで、まあ、非常に続きが気になるところで終わっていましたのでね、まあ、個人的には非常に続きを期待して待っておりますというところでございました。まあ、ということで今回はそんな感じで雲ですが何か2期の可能性についてのお話でございました。それではまた。